無事無事ねえ待ってねねえ出番が終わりました。チンタロックフェスティバル、金曜ですから初日ですね、はい、そうですね。4月25日3番手でお世話になりましたライスです。よろしくお願いします。ボーカルの桜井です。ドラムの村田和弘です。いや楽しかったね。いや超楽しかった。クラブチッタさん、うん、天井高いし、お広いし、ね、広いし、奥行きあるし、環境いいし、ね、うん、音がよく響いて、うん、そうなんですよ。楽しかったね。うん、今回ね、うん、久々にこの規模の会場でバラード歌って、うん、面白かったでしょ。いや素敵でしたよ。ね、うん、もうね、勇気の声伸びてるって思いながら、あ、うん、うん、ね、なんかお客さんたちもね、すごいなんか穏やかで、にこやかな表情で、ね、そうそう。いいな、夏フェスってこうだよねって思ったよね。そうだよね。あれね、本当にチェインザロックぐらいしかないですから、夏フェスね。うん、ね、でもそれも、なんと、10年目にして、あ、そうだね、10年目の最後ということで、ね、ね、もうそれ締めとなる大切なステージにね、見ていただけたのが光栄ですね。はい、ね、ありがとうございます。それも嬉しかったな、ね、素敵な先輩に恵まれたものですよ。はい、うん、ですね、うん、そんな我々ライスは、うん、12月23日、うん、入ったケースバラエティ、そして、そう、もちろん、集大成となるワンマンライブが、うん、渋谷のウエストで、はい、決まっております。うん、お越しください。はい、ぜひぜひお願いします。ね、たくさん演奏する予定なので、そうですね、素晴らしいキャストもね、たくさん駆けつけてくれるので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いします。よし、ライスでした。バイバーイ。どうも、生間浩司です。ドラムの赤松さんとベースのアキちゃんです。チンザロックフェス2017、出演させていただき、誠にありがとうございました。毎年やってらっしゃるのを見て、僕も出たいなってずっと思ってて、なんと今年は両サビ直談判させていただきまして、出させてくださいとお願いしたところ、即答でいいよとのことで、なんと、本当に出ることができて、ちょっと夢のような感じでございます。どうもありがとうございました。今ちょっとちょうど終演後なんですけども、すごい楽しかったです。また、一緒に何かできることを楽しみにしておりますので、これを見ていてくれている皆さんも、ぜひこの工事のライブ、足を運んでくれたら嬉しいです。9月の17日にお昼なんですけど、下北の、ライブホリックっていうところでワンマンライブをやります。真昼の月と題しまして、お昼にありますので、地方からの方も、早く帰らなきゃいけない方も全然売れると思いますので、ぜひ遊びに来てください。そして9月20日に、ファーストフルアルバム、初めてのフルアルバムが発売されます。12と言います、そちらの方も全国で発売されますので、ぜひお買い求めください。そしていろんなところにこれからも行くと思いますので、ぜひ会いに来てください。今ご提した、どうもありがとうございました。Tokyo Borderless TV.